悶絶で痛い三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。では今からお尻を触っていきます。で、頭から腰神経が出てて、お尻の疲れを、まあ、腰の疲れとか、あと膝の疲れとして頭が間違えてしまうことって結構多いんです。なのでね、お尻しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明するってことは、そう、めっちゃ痛いんです。頑張ってね。いけるね。太ももがやばかったね。ではね、指でね、押さえていきますよ。左ほどじゃないよね、はい、っていうことは左のお尻がやっぱりね、あの膝痛を狙ってた。痛い。油断は禁物ですよ。ちょっと今気持ちいいかもって思ってた。そうそう、気持ちいい場所なんか触りませんから。私膝痛い、腰痛に効くやつです。よいしょ。はい、ではこちら側を上で横向いて寝ていただいてよろしいですか。はい、横向き、横向き。さあ、分かりますね。涙出る。涙出ますね。よく言われます。お尻の筋肉ってね、ここからここまでくっついてるんですね。なのでね、ここをしっかり刺激してあげるとかなり効果的なんです。で、私がわざわざ説明するってことは、めっちゃ痛いんです。で、特にね、これ膝によく効くところなので。